皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。本日はディーン、新発売のケンガンアシュラとコラボしたケンガンジンジャーエール風味、コラボ商品なので味が気になっている方も多いと思いますので、なるべく皆さんに伝わるように包み隠さず本音のレビューをしていきたいと思いますので、本音のね、はい。では早速いきましょう。お願いします。じゃん、粉はこんな感じです。いつもよりちょっと黄色みがかってる感じですね。あ、まんま生姜です。すごい、本当に生姜の香りですね、開けた瞬間に。とお水はいつもと同じ 200ml です。大スプーン1杯です。溶かしました。ちょっと黄色みがかってますね、粉と同じで。泡立ちもないです。お、そうだ、忘れてました油断してましたね。今プシュッと音聞こえたかわかんないんですが、ジンジャーエール風味ってことでビタン酸入りなんですね。なのでこう振った後開ける時プシュッと液が飛び出る可能性があるので、そこだけ注意してください。私今ちょっと油断してたんで。じゃあ早速いただきます。はい、いただきます。うまい。初うまいじゃないですか。それでもない。いや、2回目のうまいですね、私実は。結構なんか本格的な、なんか辛口のジンジャーエールなんですよ、これ。多分なんか市販で売られてる普通のジンジャーエールよりかは、なんかカフェとかで売ってるような、なんかこう本格的な自家製ジンジャーエールみたいなもの。そうですね。結構生姜が効いてるので、辛口ですよね、これ。辛口です。なので私みたいなお子様味だの人はですね、ちょっと辛く感じるかもしれないです。結構なんか意外と大人のみたいな感じですね。大人のジンジャーエールって感じですね。原料に本物の生姜使ってるので、やっぱり生姜の味がすごい再現度が高いんですよ。なのでジュースでよく飲むジンジャーエールを想像して飲むとちょっと辛口なので、そこだけ注意していただきたいなと思います。本格的に味にこだわった結果ですよね。本当に本格的なジンジャーエールの味です。まあ好きな人にはたまらないと思います、これ。はい。甘さは、Bレジェンドの他のフレーバーに比べるとそこまで強くないので、運動後でもごくごく飲めるようなさっぱり系の味ですね。夏のトレーニングの後でもなんかくどくならないような味なので、こういう味すごくいいと思います。あと炭酸入りなのでスカッと爽快感がある感じで、夏にぴったりだと思います。プロテインのホエイ感はほとんど感じられなかったです、私自身。お水で割ってもらう方が美味しく飲めると思います。これはお水割りがおすすめです。氷入れてシェイクしたらもっと美味しいかもしれない。あ、絶対美味しい、ね。じゃあ、気になるスペックを板垣さんお願いします。はい、スペックの紹介です。まずエネルギー 115.5kcal で、タンパク質は 20.3g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 5.2g です。食塩が 0.6g、 ビタミン C が 42.6mg、 ビタミン B6 が 1.5mg です。いつも通りですね、タンパク質 20g 以上で、この味でしっかり摂ることができますので、是非、試していただけたらなと思います。安定の高スペックですね。はい。こちらの商品は、1kg で 3,200 円での販売となります。じゃあ、それでは本日は B レジェンドとケンガンアシュラのコラボプロテイン、ケンガンジンジャーエール風味のレビューをさせていただきました。生姜の風味がしっかり生きてるプロテインなので、生姜の辛さが苦手な方は買わないでください。もうそれぐらいいっちゃう。逆にもうジンジャーエールといえば辛口でしょうという辛口の派は絶対気に入っていただける味だと自信を持っておすすめいたしますので、ぜひお買い求めください。はい。では、この動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。